魚竜梅は、太ももか魚竜梅属の常緑低木。桃色の花が美しいため栽培される。ニュージーランドとオーストラリア南東部原産。魚竜梅の名は、魚竜に似て、葉が小さく、花が梅に似ることから。魚竜科の魚竜ともバラ科の梅とも関係がない。新葉樹の根津に似るので根津もどきの別名もある。また、マオリ語でマルカとも言う。 葉が、お茶や煎じ薬として利用されてきたことから、ティーツリーとも言うが、アロマテラピーで利用されているハーブのティーツリー、学名メラルーカアルターナフォリアとは同じ、太もも科であるものの、別種である。そこでこれらを区別するために、魚粒梅は、ニュージーランドティートリーとも呼ばれる。現記事では、蜂蜜の蜜源としても好まれ、蜂蜜は、マヌカハニーと呼ばれている。 マヌカハニーはピロディ筋苦力、殺菌力を持ち、民間療法で、胃炎に対し効果があることが報告されている。成長、美肌にも良いとされ、オイルマッサージ用のエッセンシャルオイルや、化粧石鹸、ローションなどの化粧品に加工されている。ありがとうございます。